君は覚えているかしら、あのラジオ体操第二。ラジオ体操第二って全部覚えてますか？それでは行ってみましょう。穴沢ゆうづけのいちご畑と青い空。はいさいはいさい、残暑お見舞い申し上げます。渡里町の皆さん、そしてインターネットを通じてお聞きの全国の皆さん、熱中症にかかったりしてないですか？夏バテしてないですか？水分補給はお忘れなく。塩分補給もした方がいいらしいですよ。そしていちご畑も補給してくださいね。まだまだ暑い日が続くようですが、そう、夏休みといえばね、ラジオ体操ですよ。ラジオ体操、実は私穴沢ほぼ毎日ラジオ体操しております。夏休みに限らず、というか夏休みありませんけど、そうですね、3年前ぐらいからかな、ほぼ毎日ラジオ体操しておりますが、しかしですよ、私ね、ラジオ体操、第一は大丈夫なんですよ。第二の方が、全部覚えてないんですよ。途中、最初と最後はね大丈夫なんですけど、途中5つか6つぐらいの体操、動きを忘れちゃってるのがあって、で今それこそね、 YouTube とかインターネットで検索すると、こう実際なんていうんですか、こう体操してるのが映像に出て、こうラジオ体操の音楽が流れてっていうのをこう見られるらしいんですけど、まあ私ね、視覚障害者なんで、そういう画像を見るってこともできないのでですね、いやいやいや、だからいつもラジオ体操第2になると、そのわからない体操のところは自分で勝手に別の体操にしてるんですよ。なんか膝の屈伸したりね、伸脚したりとかしてるんですけどね、なので画像が見えない私穴沢に、手取り足取りラジオ体操第2を教えてくださる心の優しい方募集しております。それでは今週も明るく楽しくくだらなくお届けいたします。壁に耳あり、障子に穴あり。演奏活動や講演活動、はたまた時にはプライベートに至るまで、私穴沢の日常を登頂していただこうというこのコーナー、壁に耳あり障子に穴ありでございます。久しぶりですね、このコーナーね。
今回は、8月4日に東京四ツ谷三丁目にございますライブレストランソケースロックにて行ったライブの模様を、登場いただこうと、思います、ね。今これ、後ろに流れておりますのはこの日1曲目に弾きましたね。これアイルランドの、なんていうんですかね、まあ、伝統的な音楽ですね、比較的ね、ダンスのナンバーで、まあ、ジグっていうね、6拍子系のリズムと、リールっていう4拍子系の曲をメドレーで弾きましたけどね、流れております。この日のライブはですね、お店の常連ミュージシャンがそれぞれこのソロパフォーマンスを披露するっていうね、そういう企画のライブだったんですね。なので、もう本当全くの一人です。でこのアイリッシュの曲はもう本当に、なんて言うんでしょう、もう純粋にバイオリン一本だけで、弾いたんですけど、この日はループマシンをね、使って、この番組でも何回かご説明しましたけど、こう何でしょう、演奏したものをリアルタイムで録音してすぐ再生してくれて、まあ、それにどんどん音を重ねてい、くこともできるし、まあ、重ねないで、それだけを流してこう演奏することもできるしというようなね、そういった機械なんですけれども、まあ、それを使いながらの曲もね、お聞きいただいたんですね。そう、先週流したあの宿題のしげざね林、あれもこの日に初演したんですけどね。で今日は、まあ、先週しげざね林流しましたから、もう一曲ね、このループマシンを使って演奏した曲があるので、これをね中心に皆さんにお聞きいただこうかなと思うんです。でそれがまあちょっと今日のオープニングともね関係するんですけど、まあちょっとまあパロディ版というかねまあこれもまあカバーなんですけど、ラジオ体操第2の2番目の運動の音楽、ちょっとだけ3番目の運動も出てくるかな、の編曲版を私昨年作りましてね、ラジオ体操第2の2番目の音楽ってちょっとマイナー調になるんですよ。ラジオ体操第2の音楽ってもともと作曲はダン・イクマさんなんですけどね。でマイナー調になる部分をこうもっともっとこうスローにやったらちょっとメロドラマ風になるんじゃないなんて、高校の頃少し、友達と遊んだことがあって、まあ、それを思い出しながらですね、さらに手を加えてループマシン用に編曲してみた、腕と足のエレジーというね曲名を私つけましたけど、その曲をお聴きいただきたいと思います。途中ですね、まあそれはそれは実にくだらない私穴沢の朗読も出てきますけどね、まあ笑ってやってください。じゃあ、このラジオ体操第2の編曲版でございます、腕と足のエレジーをこの8月4日のライブから、お聞きいただきたいと思います。Thank you.
また夏がやってきました。こんなに時が過ぎ、どんなに記憶が薄れゆこうとも、決して僕の脳裏を離れないあの夏の切ないワンシーン。それはそれはそう、それはラジオ体操第二の2番目の運動。ラジオ体操第二の2番目の運動。腕と足の曲げ伸ばしと目打たれたあの運動は、少年時代の僕にとって壮絶な悪意に満ち溢れた行き過ぎたガッツポーズとしか思えない。夏休みの朝、小学校のグラウンド、気乗りしない僕の前で文房具屋のおじさんが張り切ってガッツポーズを決める。ますます僕の中の嫌悪感は高鳴っていく。そして見てしまったんだ、僕の左斜め前方で、あの憧れの綺麗なお姉さんが、あの憧れの綺麗なお姉さんまでもがガッツポーズをさせられている。あの憧れの綺麗なお姉さんまでもが恥ずかしめを受けている。少年時代の僕は強い憤りをしかすっても、夏の国民的行事とも呼べるラジオ体操に抗う術もなく、ただただ奥歯を噛みしめるだけだ。また夏がやってきました。今年も日本のどこかで、日本のどこかで、あの悲劇が繰り返されるのかと思うと、僕は胸が痛い。Thank you.
ということで、腕と足のエレジー、ラジオ体操第2の2番目の運動の編曲版ですね、作曲段井くまさん、そして穴澤雄介の編曲ということになるんでしょうかね。いや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 、あ、そうそう、ちょっとライブの録音なんでね、途中ちょっと、聞き取りにくいところもあったかと思いますが、申し訳ございません。いやー、しかしこうやってね、こう自分の録音を聞き返しますと、つくづく私ってくだらない人ですね。いやいやいや、本当おバカですいません。あ、でもあれですよ、あの、今日初めてこの番組をね聞いた方、あの、私穴澤いつもこんな曲ばっかりやってるわけじゃないですよ。あの、ちゃんと真面目に喋って、真面目にあの弾くだけのライブもたくさんありますのでね、なんか言えば言うほど言い訳みたいですけどねそう、今後ろで流れているのは、先週ね、その宿題、作曲コーナー From You to You で発表いたしました、しげざねばやしの穴澤編曲版ですね。そうなんです、ちょうどあの先ほどの腕と足のエレジーの、後にね、この曲弾いたんですよいや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 、そう、でも皆さん どうです、私のあのくだらないね朗読のところでもあの喋ってましたけど、あのラジオ体操第2のあの2番目の運動、あのガッツポーズみたいなやつって、子供の頃恥ずかしくなかったです？私だけかな。なんかお客さんで、あの前名古屋で演奏した時にね、やっぱり一人、あの、私もあの体操すっごく恥ずかしくて子供の頃嫌で嫌で仕方がなかったんですっていうね、女性の方いらっしゃいましたけどねえ、あれなんか独特ですよね。なんか子供ながらにね、異様だなってちょっと思ってしまったりしたんですけど、なんかでも、そう思っていたせいか、大人になった今、なんかこう、あの運動になるとこうちょっとテンションが上がるのは私だけでしょうかねそう、まあそんな、2番目の運動の、音楽を編曲してみました。ああやってループでこう重ねていくと、なかなかね、ちょっとこうバイオリン1本ですけどオーケストラっぽいサウンドに、そんな風にも聞こえたのではないかと思います。先ほどの曲ではこう、そうですね、ベースになるものを録音して再生しながらもう1回、それに合わせてこうちょっとね、
和音コード付けみたいなのをして、そこまではこう全部ピチカートで、ピチカートってこう弦を弾く奏法で演奏して、でまあそれをずっと流しながらこうくだらない朗読をしてたんですね。で朗読が終わってから、またさらにこう旋律を、何回か繰り返して録音していってという形で重ねていって、まあそんな構成で、編曲したわけなんですけれどもね、いやはや、なかなか、はい、まあ、鼻で笑っていただければこれ幸いでございます。ということで、本日久しぶりの、このコーナー、壁に耳あり障子に穴ありは、8月4日に、東京は四谷三丁目にございますライブレストランソケースロックにて行ったライブの模様を お聞きいただきました。花沢祐介のいちご畑と青い空、 FM 青空。畑仕事の後に、このコーナーは私穴沢祐介が唯一真面目にお話をするコーナーです。本日のテーマは過去は変えられる、マイナスをプラスにというテーマでお話ししたいと思います。この番組の中では、これまで、あまりお伝えしてこなかったんですけど、まあ、実は私穴沢はここ数年その公演で、来てくださいというご依頼をたくさんいただくようになりました。まあ、もちろんあの本業は音楽ですから、まあ、演奏とか作曲が専門ということになるんですけれども、本当ここ数年目立って公演でのご依頼っていうのが増えてきたんですね。の私はまあ身体障害者というものをやっております。まあ、現在、まあ、視力の方は全くなく全盲でございまして、で目の方ばっかり注目されちゃうんですけど、実は心臓の方も障害を持ってましてね、これまで3回ほど心臓の手術をしております。まあ、生まれつき心臓と目と両方に障害を持って、まあ、目の方は小学5年生ぐらいまでは 0.8 とか見えてたんで、最初の頃はそんなにコンプレックス感じることなかったんですけどね。まあでも徐々にその小学5年生あたりから視力が下がっていって、まあ勉強も遊びもどんどんできなくなっていって、でまあそんな身体的な障害、まあ心臓の障害もね、心臓の手術の傷跡とかもまあ結構思春期の頃とかは特に気になってたし、でそれ以外にもこう経済的なコンプレックスっていうのが私はあって、まあ、私両親が離婚してて父の方についてたんですけど、まあ、父の会社がね、自営でやってた会社がバブルの崩壊とかでいろいろ大変な状況とかになって、まあそれはそれはなんかとんでもなくこう貧しい状況とかにもなってたりとか、して、まあとうとうもう10代からそして20代前半ぐらいまではもうコンプレックスの塊みたいな人間だったんですよ、実を言うと。まあ、でもそれをどうやってね、こう頭切り替えていったらマイナスをプラスに変えられたか、そういうことをいつも講演でお話ししてます。そういう生まれ持ったコンプレックスと、まあ、障害とか、それから何かの機会で、背負ってしまったコンプレックスっていうのは、まあ、とても辛いんですけど、でも私そういう、こう困った状況の時にこそ、いい知恵が浮かぶと信じていて、というかこれまでずっとそうしてきていて、本当苦肉の策っていうのがとびきりのアイデアだったりするんですよ。でそうやってそういうアイデアをこう思い浮かべてマイナスをプラスに変えられた時に、その過去の苦い経験とかね、コンプレックスっていうのはそのプラスに変えられるから、過去は必ず変えられるんだよっていうお話をいつもしているわけです。
まあ、今後もまた機会があったらですね、こういう、公演でお話ししているようなことを話していきたいと思いますが、今日は過去は変えられる、マイナスをプラスにというテーマでお話をしました。はい、今週もエンディングのお時間でございます。今日は珍しくエンディングにちょっと時間の余裕があって嬉しいです。さてさて、私穴澤雄介と、そしてこの番組に対する皆さんからのご意見ご感想、苦情、リクエスト、苦情、メッセージ、苦情などございましたら、ぜひぜひ FM 青空までお願いいたします。お電話ファックスの方は 0223-32-2293 番、 0223-32-2293 番。そして E メールの方は青空 792@gmail.com、AOZORA792@gmail.com でございます。そしてもしあなたがうっかり私穴澤雄介にふんのちょっとでも興味を持ってしまったなら、私穴澤雄介のオフィシャルファンクラブのホームページをご覧いただきたいと思います。まあ、私のね、リリースしている CD の情報、そして先ほど、ちょっとだけなんかこう真面目な、なんか偉そうな穴澤くんが喋ってましたけど、公演でねいつもお話ししているような内容をまとめた本が、昨年6月角川さんから出版されました。その書籍の情報なんかも載っておりますですよ。もちろんライブの情報も載ってます。ぜひぜひ、穴澤雄介オフィシャルファンクラブのホームページは http://youskeanazawa.com/ http://youskeanazawa.com/ でございますからね。ぜひこちらの方も遊びに来てください。あの穴澤ファンクラブとかで検索いただけるとね、すぐにまた出てきたりもするもしますのでね、そちらの方が簡単かもしれませんね。ということで今週もお聞きくださいましてありがとうございます。また来週もぜひぜひでございますよ。ということでここまでのお相手は私体操のお兄さんでした。Thank you for listening and さらばじゃ。また来週。